第1回 YouTuber 挨拶パクリ大会。では私から、はいどうも、霊夢です。お願いします。ね。毎日投稿頑張っていきましょう。はいどうもこんにちは、マリサです。ブンブンハロー YouTube、どうもフランです。はいどうも皆さんこんにちは、わらび猫チャンネルのヨウムです。これで終わりですね。はい、マリサ、アウトー。は？いやいやじゃねえだろ、どうなってんだこれ。皆さんが真似した YouTuber の中で一番炎上した人が罰ゲームを受けます。ふざけんなお前、お前らだけ産むの安全な YouTuber を選びやがって、絶対仕組んでるだろこれ。はて、何のことでしょうね。とぼけんな、私たちはいい子だから産むの YouTuber が大好きなんだよ。お前らが好きなのマリファナじゃねえか。というかもう試合始まってるんですよ。あと罰ゲームはデスソース飲んでもらうから。その発想も産むよりだな。それじゃあやっていこうか。今回使っている武器はウジーです。いかどころか人を殺せちゃうね。やっちゃえレイムさん。この実況スタイル戻ってきたかと思ったらめっちゃ荒れてるだけだったけん。だってプレイで見せられないならさ、雑談するしかないじゃん。どうしてそういう発想に。そして今から始まるのは第1回アンチ王決定戦。この企画がわからない方のために説明しよう。ただ単にここにいる人でうざいとか死ねとか一番多く書かれてる人の勝ちです。はいマリサの負け。ふざけんなお前ぶっ殺すぞ。でも霊夢さんの可能性もありますよね。意味がわからないです。理由を教えてください。塗り替え聞いた動画のトップそうだかったんで。ここでまさかのカミングアウト。霊夢ちゃん泣けてきた。ダマーネイスはそのまま私の目の前から消え上がるといいんですがね。これでお前もうざいやつ上位の仲間入りだな。冗談ですよ霊夢さん。急にこいつをめっちゃ殺したくなったんだが。もうそんなこと言っちゃねえねですよマリサさん。その薄汚い口を閉じろ。さもなくばお前をここで殺すぞ。はい。じゃあそれではある程度コメントを見ていきましょうか。第4位、1票、ヨウム。まあ、やっぱりこうなりますよね。特に意見はないな。うむ。それでは第3位、11票、この私、フランダ。もう数えなくても予想ついてんだろこれ。まあ、2は私か。いや私だろ。第2位は、30票、マリサさん。まあ当たり前だよな。霊夢さんお疲れ様でした。それでは記念すべき第1位、109票。圧倒的だな。霊夢さん。いくらなんでも圧倒的すぎるでしょう。ちなみにウプ主がこのランキングに入ると第2位になります。投稿者ですら勝てないのかよ。もはや意味がわからないですね。まあ唯一言えることといえば霊夢のアンチども。困るんじゃねえぞ。皆さん大好きです。だから勘弁してください。何でもしますから。加えたりしてくれるんだろうな。てめえには何も言ってねえよ。そういう言葉使うからアンチが増えるんだろう。あ、そうなんですか。えへ、霊夢ちゃんだよ。みんな応援よろしくね。そんなことしても意味ないからやめとけやめとけ。え、なんで。言っていることの意味がわからないよ。てめえぶっ殺すぞ。ちょっとムカついてきますね。そういうのは私にしか似合わないんだぞ。もうプンプン、私のキャラパクられてて。敵をこプンプンのしけ。おいてめえこら、次喋ってみろや。ぶっ殺すぞい。ほらね、やっぱり私の方がこのキャラに合ってるんだ。あ、今から頭が悪いマリサちゃんに頭が良くなるようです。ソースを飲ませてあげるね。お前が飲めよ。オラオラ、やめてやめて、死ぬ死ぬ、マジで死んじゃう。ブハ、ふざけんなお前。罰ゲームはお前が受けるはずだろが。なんでもないです。気にしないでください。そういえば今回実況しましたっけ。はいどうも皆さんこんにちは。さっき挨拶しましたよね。今回使っていく武器はヒーローシューター。さっきこの実況には雑談しかないとか言ってましたよね。さて、この下にいる敵を倒します。へへへ、ダマーないっすね。そしてリスから復活してきた敵を返り討ちにして。や、痛いけどただの急足で。実況するなら普通に実況しようぜ。倒しましたー。このままリスまで借りに行きましょうか。ローラーがめっちゃこっち来るなっていう感じで攻撃してきますね。前に出てこないかな。こりゃ一度逃げた方がいいぞ。ここで一度逃げたらまた次も逃げてしまうかもしれない。急に何言ってんだこいつ。いつもの霊夢さんはそんなこと言いませんよね。何事からも逃げてるからこその発言だろ。素晴らしいじゃないか。今死んでるけどな。それだけは言わないで欲しかった。もう試合終わっちゃうぞこれ。最後の40秒だけ実況する実況動画ってあるのかな。シャムさんはゲーム実況動画なのにこの10倍の40分くらい話そうかなって言ってるからな。実際50分話してたしな。あれはレベルが高すぎるんだよな。さあこの勝負は勝つか負けるか。負けてますね。ご視聴ありがとうございました。待って待って勝ってるかも。おるわ。もしもし、精神科ですか。その音声ホラー以外で使わないと思っていたぞ。それじゃあ終わりにしますか。ご視聴ありがとうございました。バイバイキン。